サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は絶好の試合日和になりました。白熱のスタジアムからサッカー中継をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、サガン鳥栖が鹿島アントラーズを迎え撃ちます。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。アントラーズといえばブラジルとの関わりが強い印象があります。ジーコは印象的ですが、このチームは他にも数々のセレソンが加わっています。キックオフ、試合が開始されました。パスをサイドに送ります。視線が中にいった。さあ出すか。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。サイドにはスペースが。中の選手にクロスを入れた。まだボールは生きています。いい位置です。ディフェンスボールを奪います。相手に渡ります。走り込んだ味方にスルーパス。スルーパスでしたが合わないか。クロスバーに当たった。ここもセーブ。よく防ぎました。コーナーからエリア内へ。このクリアは小さい。マイナスにいいボールだ。さあリードできるか。相手にボールを渡してしまいました。行くしかない。ゴールだ。先制点だ。決まった。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。小泉圭、パスをカット。いい読みでした。ボールを失いました。
相手ボールになります。すぐにボールを返した。同点になるのか。ほとんどチャンスを生かせません。ゴールキックに変わりました。それでは勝ち越し点のリプレイをご覧ください。遠くから狙ってきました。右端に決まっています。いいカットです。ボールを奪いました。絶妙なパス。このシュートはうまくブロックし、ゴール！鹿島アントラーズ決めました。何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。別のアングルからご覧ください。監督も厳しい表情です。リードを守りきりたかったんでしょう。このボールはスローイン。アントラーズが攻める。岡崎のオフサイドです。小山智也、体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。コーナーから中へ。この攻撃は実を結びません。カウンターのチャンス、ここは決めたい。いい位置でカットした。内側に切り込みます。止めた。ボールが転がる。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。とにかく1点リードして楽になりたいところでしたから、これは悔しいでしょうね。チャンスの予感もしましたが一歩及ばず。これは見事に奪いました。主審がゲームを止めます。オフサイドです。内田篤人、エドアルド、鹿島の攻撃です。ここで攻撃を止めます。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。 PK の判定。リードするチャンスです。これが決勝点になってしまうのでしょうか。 PK の判定、イエローカードが出ました。 PK もイエローも仕方がないですね。妥当な判定かもしれません。 PK を決めました。落ち着いたいいキックでしたね。それじゃあもう一度見てみましょうか。ゴールのど真ん中を狙ってくるとは。キッカーはいい度胸してますね。読み勝ちと言える PK でしょう。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。誰か見ておきたいですね。同点に追いつけるか。タックルでピンチをしのぎました。内田篤人、小山智也、見事なインターセプト。
通っていればかなり危ない場面でした。ゴール前に入ってきました。ファールで止めざるを得ませんでした。イエローカードが出るかもしれません。鹿島アントラーズにイエローカードです。ちょっと軽率なプレーでしたね。注意が必要です。スコアは2対1。ここでハーフタイムを、鹿島アントラーズのキックオフで後半を迎えます。ポゼッション率を比べるとサガン鳥栖を相手にかなり劣っています。キーパーと1対1決まればハットトリックというシュートは惜しくもゴールを外れていきました。これは決まったと思いましたがね、惜しかったですよ。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスをうかがいます。ゴール、同点となります。この距離でシュートを打たれたらゴールキーパーはどうしようもありません。この角度からも見ましょう。監督も嬉しそうな顔をしていますね。値千金の同点ゴールです。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。ここでボールを奪い返します。相手のチャンスをキーパー飛び出して見事ボールを奪いました。勇気ありましたね。なかなか出ていけない場面ですよ。スペースへのボール、切り裂けるか。ここは勝負どころ、ポストに当たって決まった。ゴールラインまでドリブルを許してしまいました。ディフェンダーの対応がまずかったように見えますね。違うアングルから見てみましょう。これは見事なインターセプト。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。これはファールですね。フリーキックが与えられます。ここはよくスペースが見えていました。予感はありましたがこの攻撃は不発。スペースに見事なロブパス、いけるか。キーパー弾く。コーナーになりました。追加点のチャンスです。惜しいシーンでしたがラインを割ってゴールキックになります。
内田篤人。サイドへパス、横に展開してきます。ファーポストにクロスが入る。ボールを大きく押し出します。さあカウンターを仕掛けるか。高いパスが味方に出る。いいボールが出ました。見事なセーブ、ここはしのぎました。ボールを失った。ゴール前に入ってきた。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。ここは大きなカットです。いい読みでしたね。アントラーズが攻める。狙いたい。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレイを見てみましょう。このワンツーパスでうまく抜け出しました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。スペースに見事なスルーパス。滑っていく。どうだ。相手に渡したかのようなパス。これはいけません。仕掛けてくるのか。いい寄せです。素晴らしい視野です。決まるかと思いましたが、見事なタックルでした。ここはカウンターアタックを狙うか。走り込んだ味方にスルーパス。見事なスルーパスでしたが、キーパーが一歩早かったか。ボールを運びゴールに襲いかかります。オフサイド。これは際どい判定ではないでしょうか。いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。このパスはカットされます。ホイッスルです。このリーグ戦は鹿島アントラーズが勝利を収めました。チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。次節にも期待しています。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。